かったー。ということでトリプルスターゲット。え、これはダークゼロか。行くか。3回打てるってことか。これはあれですね、呼ばれてますね、うん、じゃあ行きましょうか。あ、マキシムトマッティング。おっと、ね、ここでやられたら終わりだな。よいしょ。でこれ追いかけるとかでもないもんね。なるほど、行くぞ、連れてってくれ。結構ついて連れてくるね。じらすね。どんどんいいの。びっくりした。おっと、痛い。あ、やばい。ちょっと待って。え、これなくなったらおしまいよ。これなくなったら私おしまいよ。ちょ、めっちゃ困るわ。よいしょ。で、今度はどんな罠が。こっち来いと。行こうじゃねえか。肉。あ、ここか。よし。で、いけると。オッケー。いよいよっぽいね。ここっぽいね。行きましょう。勝てるかな。きたー、ダークゼロ。うおー、ちょっと待って。うおっ、あっ、あっ、ちょっと待って。トリプルスター絶対いる。これは多分絶対消しちゃダメなやつでしょ。ちょっと、いた、大丈夫。これを使えば勝てると思う。待って、よしよしよし。こっちに降りてきたとき、あんまり、よし、そう、あんまり、なんかジャンプしすぎない。緑になった。トライアングル色や。私のダークスターや。ちょ、トライアングル、ちょっと待って、待って、緑虫色や。ちょっと待って、よいしょ、ほっ。いやー、距離がちょっと、いい感じに避けるね。次は何色。いや、違うな、まだ。体力ゲージによるのかな、違うな。うおー、ちょっと待って、やばい。で、マキシムトマティングがあるから、一旦ここで肉食うか。一旦肉、肉。ちょ、待って、違う。よしよし、いいぞ。お前の範囲はな、ちょいちょい私に、肉とかマキシムトマトくれた。この、ちょっと優しい、実は優しい系だろ、お前。あれだろ、その、ヤンキーとかがそのコンビニとかでよしやせとかやってるけど、意外とその、生活、見た目めっちゃ怖いけど、生活では、おい、お前何おばあちゃんにお前悪いことしたんねんとか言って、意外とそのおばあちゃんに優しいとかそういう感じでしょ、知ってんだよ。ちょっと待って。これさ、トリプルスターの技。変わんないか。痛い、やばい。ちょっと待って、やばい。これまだマキシムトマト早いな。ちょっと飛んでいくか。打つか。オッケー。もうちょっと。これ、第2ターンかあるのかな。いや、でもダークゼロあるよな。ほら、よし。あとちょい。いけ、ドラまだか。いけ、よし、まだか。どうだ、終わる？え、終わった？どっち？ん？宝箱の中に入っていたのは暗黒の支配者ダークゼロでした。全てを知っていたメタナイトはダークゼロの復活を突き止めようとカービィと戦ったのです。なるほどね。あのコメント欄で言ってたメタナイトは味方だよって言ったのはそれだったのか。ドロッチたちも新しいお宝を求めてどこへ旅立っていきましたと。これでまた平和が戻ってくるでしょう。カービィのケーキはイズコへ。あ、でも消えてしまったイチゴのシェイキやショートケーキは一体どこへ行ったの。絶対腐ったでしょ。カービィはそのことで頭の中がいっぱいでした。家に忘れてった的な感じじゃないんですか。これおしまい。家に忘れてきたでしょ。これ違う、まだ続きない。まあ今回ね、なんかダークゼロは本当に過去最弱のそのラスボスとは聞いていたんですけど、まあ確かになんとなくわかる気がしましたね。はい。やっぱり、その、まあ、その分、その、ダークドロッチが強かったから、この、なんだろう、ドロッチシリーズのボス的には強いと思うんですけど、確かにラスボスって言うと、そうかもしれないですね。いや、本当に、皆さん、
ね、あのもちろんこれがまだ最終回じゃなくてお宝ねまだ探しがあるんですけど、まあ一旦ちょっとね最終回という区切りをさせていただいて、まあ、ちょっと、このドロッチ団の総括をさせていただくと、正直言うと、投稿するのが、初めはね本当に怖かったです。はい、最初っていうか3パート目ぐらいかなぐらいは正直ねすごい怖かったんですよね。まあ下手すぎるっていうのがあってね、やっぱりちょっとコメント欄を見るのがすごい怖くて、でもなんかそのいろんなアドバイスをしてくれたり、本当にねリスナーさんのおかげで助けてもらったところがあるので、これからはねそういう気持ちにさせないように頑張って、ちょっとカービィをどんどんねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。後ろに消毒液あるやないけしばらくしてよかったね、ドロッチたちからイチゴのショートケーキが送られてきました。自分で買えよ。何でも迷惑をかけたお詫びだ。せめてホールにしてくれ。おやつを頬張るカービィにようやく本当の平和が訪れました。350円ぐらいじゃないかな、カービィ。本当に、おしまい。本当ですかこれ。宝箱全部集めて、じゃないですか、真のエンディングあるんじゃないんですかと僕は思ってるんですけど。勝ち抜きボスバトルが遊び、おやっと、どうした どうしたケーキがどうした、なんか説明をくれ。やったやった、勝ち抜きボスバトルだ。で、まあもちろん、まだこれで終わらないので、完全クリアするために、残りが、34個かな、はい、34個のお宝、長いな。そう考えると長いな。サブゲームってこれ、勝ち抜きボスバトル以外にも、あ、意外とあるんだ。ちょっとやってみたいね。はい、ということで、無事ダークゼロを倒したんですけど、ちょっとこのままね、宝箱探すのは、なんか、せっかく感動の最終回したので、あれなので、サブゲームやってみたいと思います。はい。刹那のティータイム、スマッシュライト、全然読めません。邪魔です。はい。トレジャーハント、勝ち抜きボスバトルとあるんですけど、まあ、勝ち抜きボスバトルはね、なんとなくわかるので、まず、じゃあ、刹那のティータイム、こちらちょっとやってみたいと思います。一人で、一人しかないんで、はい。行きましょう。ケーキをたくさん食べよう。いただきます。なに説明をくれ。勝ったんですけど、タッチパネルがないと、つまらないやつだったので、カットして他のやつやります。じゃあ、スマッシュライドやってみようか。これもタッチパネルいるのかな？星はスライドした方向に進む？わ、なに、あ、落とせばいいってことこれ。あー、そういうことか。よしよし、ちょ、待って。ほら、あ、これだったらみなさんに見せれる。よし、危ね。要は、あれか、紙相撲的なやつか。ちょっとよ。ほっ。いけ、あ、ほら、ドロッチ団を要は落とせば、あ、パン要はドロッチ団を落とせばいいんでしょ？ちょっと待って。溜めて、今だ！ほら！よーし！ほっ！溜めて撃つ！よし、なるほどね。溜めて撃てばいいのね。ほっ！くそ！ほら！よーし！ドロッチ団覚悟、よし、オッケー、あはは、おらよ、ふん、よし、ドロッチ団も一緒なのか、ボスでも。ボスだろうが何だろうが。やったぜ。何って、え、2P でやってないの、一人しかやってないんだけど。あ、ドロッチ団のボス対カービィってことか。じゃあ他のゲームやってみましょうか。それじゃあトレジャーシュートいきましょう。はぁ、あ、でもレベル1、2、3あったな。じゃ、今度2でやってみます。スライドで投げろ。ほう。あ、なに？なに？あ、そういうこと！わかった。その敵が、出てくる前にこれ、あれか、ゲットしろってことか。これ反射神経が、ちょっと、すごい。あれ、ちょっと待って。タッチパネルがね。強くね、ちょっと待って、嘘やん。そんなレベル上がるか、いきなり。じゃあちょっと勝ち抜きボスバトルやります。はい、行きましょう。これこそ、おお、最初はデデデかな。
よろしくお願いします。おお、なるほどね。じゃあトルネードとハイジャンプあれば勝ちじゃね。どうしよう。トルネードちょっと使ってみてよかですか。ごめんなさいね、ちょっと使っちゃいますね。まあもう本編と関係ないのでよかろ。嘘だろ嘘だろ、いいのかい、いいのかい、カツオくん行こうか。こんな勝ちじゃん。もうこの余裕じゃないですか。やめてくださいよ、こんないたせりつくせり。トリプルスターあれば勝ちますよ。はい、よろしくお願いします。はい、余裕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 。いやいや、ありがたいですね。しかもひるんでくれるっていうね。出てるよ、攻撃する前に打てば。ちょっと、はいはい、トリプルスターが強すぎるんだよな、これがね。あぶね、よし、まず一勝だ。次、そっか、これある程度いっぱいゲットしとかないといけなかったのか。まあ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 、いいでしょう、行きましょう。よろしくお願いします。こいつか、いたな、このやつ。大丈夫、こいつも。ちょっと集中して、ゆっくりゆっくりゆっくりしていってね。よし、ゆっくりしていってね、テンポで。よし、よし。トリプルスターあれば勝ちじゃないか、これは。クラッコー、さあ行くぞ。よろしくお願いします。はい、参ります。あれ、ちょちょちょ、よいしょ。さて、ドロッチ、ああそうだったリクザ一瞬ドロッチと焦るんだよな。こいつは結構そのなんだろう、そのーカービィのねボスの中でもほんと強い。どこは、これが我の実力ぞ